HD86081 は6分ギザにある紅白色の主系列星。太陽の約1.2倍の半径と質量を持ち、表面温度は6028系と太陽より少し高い。2017年に太陽の約0.08倍の質量を持つ万星 B が発見されている。2006年、太陽系金棒の金属過剰性の周りに、 短周期の太陽系外惑星を探す惑星捜索計画 N2K コンソーシアムによって HD86081 の周りを公転する惑星 HD86081B が発見された。2019年、世界中のすべての国、または地域に一つの系外惑星系を命名する機械を提供する IAU100NM Exewires プロジェクトにおいて HD86081 はインドに割り当てられる系外惑星系となった。このプロジェクトは国際天文学連合100周年事業の一環として計画されたイベントの一つでインド国内での先行国際天文学連合への提案を経て太陽系外惑星とその主星に固有名が承認されるものであった。2019年12月17日 IAU から 最終結果が公表され、HD86081 はビバ HD86081B はサンタマサと命名された。これらは、サンスクリット語で星とその惑星の物理的な状態を象徴する言葉に由来した名前が付けられている。ビバは、サンスクリット語で明るい光のビームを意味する言葉ビブホのベンガル語での発音である。サンタマサは、 サンスクリット語で、曇りを意味する言葉で、太陽系外惑星の大気を暗示している。ありがとうございます。